メトバ川と商店街商店街縄手通りの入り口に、ある釜ザムライズを変える石像縄手通り商店街、縄手通り、縄手通りは、長野県松本市大手にある商店街である。明治以降に、松本城下の南端の外堀を埋め立てて、盛り場とかし、多くの露店が構えられ、終戦直後には闇市が建ったが、2001年に全面改装され、 昔の街並みを再現した下町風情あふれる商店街となっている。カエルがシンボルで毎年カエル祭りを開催している。城下の整備の一環として、外堀が改作された際、その計画線の外側に張る水縄の線を水縄手と言い,い、目飛ば川との間にできた細地道が水縄手道と呼称されたことに由来する。北側、南側は、 その商店が通りのどちら側にあるかを示す。縄手通り商店街振興組合と縄手通り商店街組合は加盟店が重複していない全くの別組織のため、ドラマや旅番組などの撮影などの各種ロケーションや、路地を使ってのイベントを行う際は2団体の許諾を受けねばならない。縄手通りはメトバ川沿いにあり、メインの入り口である大名町側には大手交番、 が、マザムライ像がある。少し内部に行くと、公衆トイレや、花屋、おもちゃ屋などの商店がある。そこから少し行くと、幸い橋、幸い橋のたもとに、浸水公園、橋の向かいにお柱神社がある。ここから、先の縄手通りは、食品、雑貨を扱う店が多くなる。中でも焼き芋を売る三松屋はテレビで何度も、紹介された名店に閉店。ここから先は、 南側は昔の街並みを再現されてあるが、北側は再現されていない。しばらく行くと一つ橋があり、橋の向かいは緑町となっている。一つ橋周辺はレストランが目立つ。さらに少し行くと縄手横丁がある。この先の縄手通りは、婦人服を扱う店や、生花店などが見られる。公衆トイレがあると縄手通りは終わり、南側は中の橋。 北側は、上土町となる。通りの終わりから少し行ったところには、大正期の市役所を再現した、市営住宅とレストランなどが入るビルがある。縄手通りは終わるが、この先には、東縄手通りがある。この通りは、下町風情はなく住宅が多く縄手通りほど栄えて、いない。ありがとうございます。